はい、こんにちは。カズボです。ファイナルファンタジー14に続きやっていきたいと思います。前回ね、ドライボーンって場所の、メインクエストとね、あとサブクエストを消化しました。ということで、今、スガリシヒカリワっていうね、マルケズと話すっていうメインクエストがあるんですけど、そこに向かってます。これだね。なんだけど、その周りにもね、なんかちょこちょこクエストがあるんで、一回どんなことなのか。ね、これメインだね。俺がマルケズだ。貧民の情報を聞くついでに、埋葬を待つだね 遺体を運んできた。だから前回の動画の前半部分だね。の続きだと思ってください。では、遺体の埋葬が先だ。秋の墓なら左手の坂を登ったところにある。運んだ後に心を込めて土をかけるんだ。土をかけるんだ。やってみっか。左手にある。こっち？いや、どこ？上？左手にある。ないよね。ちょっと待って、どこ？こっちか。あったあったあった。わあ、ちょっと絶景ですね。で、どこ行くの今度？埋葬する？3つぐらいあるのか？ちょっと待って。まだあるよね、ここね。なんだろう。まだ光ってる？あれ？さっきやったよな。さっきちょっと動いちゃったんだ、自分が。あ、そっか。あ、動いちゃったのか。なんかやってるとき、コマンド入れたらね、キャンセルされちゃうよね。そうか。埋葬してきてくれたから助かる。さて、貧民の行方を探してるんだったか。あいにく俺は何も知らん。だが、貧民と仲の良い司祭、オルセン様に聞けば何かわかるかもしれん。彼女は教会内にいるから声をかけるといい。俺はどうせ役には立たん。さっさと行け。なんだ、やらせただけか。で、これか。ご遺体を埋葬してくださったんですか？ありがとうございます。お祈りしておきますと、キャンプドライボーンのイセムバードさんにお伝えください。マルケズの言う通り、私は貧民の皆さんのお話をよく聞いています。彼らは、神に仕える者には、今でも心を開いてくれるのです。ところで、マルケズは無礼なことをしませんでしたか？彼は第7霊祭で心に傷を負ってしまったようなので、他人との接触に怯えているだけなのです。先ほどもサンクレットさんという方に無礼な対応を後で私からもよく言っておきますので、ね、でもそれを知ってるからね。知ると知らないじゃ違うからね。こっちもね。はい、ここまで来たついでだ。あんた、ハエ退治を手伝ってくれよ。知っての通り、この辺りは墓だらけだ。刺繍に誘われたブローフライスウォームがブンブン飛び回って邪魔で邪魔で仕方がねえ。け、教会で死人が増えるなんてお笑い草だ。ともかく、群れを5つくらい始末してきてくれよな。やるよ。はい、聖アダマランダマ教会へようこそ。私は司祭のアイレルと申します。参拝者の方ではなく、冒険者なのですね。でしたら、墓地の手入れを手伝ってはくれませんか？この教会は働く人数に比べて管理するお墓の数があまりにも多いので、私たちだけでは手入れが行き届かないのです。まずは、墓場の古びた、供物だよな。の片付けをお願いします。6コードを拾っていただければ十分でしょう。ついでにやった方がいいな、これはね。ブローフライスウォーム。ついでにね。ね、もののついでにやった方が全然効率いいよね。すげえね、墓があってちゃんとやってんのにさ、
愛がたかってるってのはさ、なんかちょっと考えたらゾッとするよね。ここの都市伝説とかありそうだね。実は、あの墓は、みたいな。なんだあれ。あ、上にあるね。ここだね。上の？あ、上じゃないか？あれ？今光って合ってるの？なん、ん？やばいよ。これ。これをまずやってしまえば、ここの、まあ、サブクエストも一緒にやってる感じなんで、わずか6分でもう完了したから、いいよね、全然。それでドライボーンに飛べばいいんで、まあ近いけどね、テレポでは飛んだ方がいいんかな。はい。違う。こっちだ。古びた、供物は回収できましたか？はい、できました。ありがとうございます。手向けられた酒瓶もいつかは片付けなければなりません。死者たちも綺麗な場所で眠りたいはずですから。他にもお願いしたい仕事があります。またお時間あるようなら声をかけてください。マジかよ。やっちゃうか。ああ、ご苦労さん。ハエどものおかげで病気も広まろうもんなら、葬式に参列者が落ちてしまうだろうに。全く何が悲しくてこんなところに参拝するかね。参列者が死んじまったら死人も報われねえっつうの。はい、そうやっちゃおう。あ、2つ増えてる。ありがとうございます。それでは早速、二名やリリーの花束を、貧者かなの墓に備えてください。緑者も、縁者かな、縁者もいないらしく、花を貯めてる者もいないのです。お花を備えていただきたい貧者の墓は5つあるのですが、墓、裏手のお墓は見落としがちなので気をつけてくださいね。まあ大丈夫ですよ。はい。な、あんた冒険者なんだろう。俺妹の墓を作りたいんだ。うわー、なんかね、えぐいよね。なんか妹の墓とかね。でも、墓石を買うお金がなくて、墓石になりそうな石が取れる場所の近くには、危険な魔物がいて、俺は近寄るなって言われてるんだ。墓石にする白く輝く石は、東の岩にある石が取れたら、司祭のエスムールに渡してくれよ。だからね、妹とか言ってるけど、まあもちろんわかんないですけどね。視聴者さんの中にももしかしたら妹亡くされてる方とかね、いるかもしれないからね。やっぱりそういう方って、すごいね、やっぱ自分が、まあなんか主人公になったじゃないけどさ、そういう感じで主張できるんじゃないかな。あ、自分もこうなるなとかさ。まあ自分も妹ではないんだけど、似たような経験あったりしますんで、さすがにね、長く生きれば、まあそうだね、その、なんて言えばいいんだろうね。長く生きれば生きるほどそういう経験するじゃん。ね。そういう可能性はあるよねってことね。これと、あ、でも近いんだな、案外。うん？裏手のお墓、こっちか。あ、分かりづらいね、確かにね。分かりづらいね、どころか、どこだ？上か？あったあったあった。あともう一個。いやー、なんかさすがファイナルファンタジーって感じするね。なんかこの遠くのさ、これが何かわかんないけど、遠くの風景がさ、なんかすげえなーって感じするじゃん。しまった。うわ、結構遠いな。あ、でも行けない距離ではない。え、これジャンプしていけね。ほら、あ、行けね。あー。まあ、RPG はこういうもんさ。あ、あそこ、あそこ行ったか。あ、そっか、あそこにいるのか。いや、案外近いっちゃ近いんだな。あ、でも、あ、話してくればよかった。そのままなんかもう攻略かもしれなかったね、もしかしたら。まあいいや。やっちまったものは仕方ない。あ、あの光もんですね。スコツコってレベル5だったのに17まで上がってるし。白く輝く石。
ツコツコツ。はい、これでお墓に、お墓ってお墓だね、教会か、教会だね、教会に行けばいいんだね。よっしゃ、これで大体はまあメインストーリーも混ぜながらやってますんで、メインストーリーだけで作ると多分この半分のパートでいけるかなとは思うんだけど、職業クエストとかも今あんまないじゃないですか。新しいとこ行ったらなんかできるでしょうけどね。だから、今剣術師上げてますけど、他をレベル上げたりもしたいんですよ、自分。そしたらまたそういうパートになっていきますんで、まあ、その時にね、やってもいいけど、どうなんだろうな。うわ、なんか増えてる。え？ちょっと待って。ご苦労様でした。これで死者の魂も少しは慰められるでしょう。もともとこの教会の墓地は小さな場所でした。しかし5年前の大災害の時に多くの遺体を収容したことがきっかけで墓が何倍にも増えたのです。ご覧の通り質素な墓地ではあるのですが、貧しき者から、埋葬料を取るわけにもいかず、人手はいつも不足しています。しかし今でもたくさんの方々がご遺体を埋葬しに来られ、私たちには墓に花を添えられる暇もありません。あなたに花を供えていただいたのは身寄りのない方々のお墓。彼らは花束の香りに包まれ、孤独を一時忘れることでしょう。あなたの旅路にナルザル神の、ナルザル神、ナルザル神だな。ザ、神だな、これな。ザル神のご加護があらんこと。ナルザルガニではねえだろ。神だろな。まだ何か用があるのか？いや、あんた用あるんでしょうや。ねえ。あ、そうか、上の矢印か。エドワードの、妹に、墓石が用意できたのか。綺麗な石だ。まったくあのガキは世話が焼けるぜ。危険だっつうのに自分で石を取ってこようとするからよ。俺はあのガキを止めるのにかなり苦労したんだぜ。エドワードの手伝いしてくれてありがとうよ。はい、でこれか。目の前にいんのにな。ありがとう。冒険者って優しいんだな。あとはここで下働きをして埋葬料を稼ぐだけだ。へへ、自分でできることは自分でしたいんだ。俺が頑張った方が妹も喜ぶ気がしてさ。エスムールもアイレルも優しいからさ。埋葬料はいらないって言われたんだけどな。妹のザルシンのところに送るためにも俺頑張るよ。ちゃっかりしてるね。まあいいや、ハイポーション。よっしゃ、終わった。いや、案外近かったよね。場所。あそこに見えるじゃん、だって。エーテライト。ね、案外近いな。すげえ遠いようなイメージだけど、なんか地図だと結構遠いような感じだけどさ、こう喋ってると数十秒で着くよね。センパード。うわあ。これメインストーリーだね。遺体を埋葬してきてくれていただいてありがとう。お望みの情報は得られたかい？よ、フルボッコ、頑張ってるみたいだな。お、サンクレット。はじめまして、イセムバードさん。イセムバードだね。まあ、俺はサンクレット、フルボッコと一緒に事件の調査をしているものだ。俺も商人ウグストに再三話を聞いたが、貧民が神に使える者にだけ心許しているということは間違いなさそうだな。人目につかず貧民を誘うことからできるとしたら、今のところ司祭オルセンしかいないだろう。司祭のオルセン様か。彼女はとても優しい方だ。そんなバカな。美しい花にはトゲがある。彼女の行動は目を配っておいた方がいい。なんと。しかしあの墓守のマルケズという男、どこかで見たことがあるような気がするな。あ、なんだ、そこ、そういう話になってくるのか。え、よく言っておきますとか、心に傷を負ってますって言った人だよね。なんか増えてる。クエストが増えてる。これ前なかったよね。ケートリン。はい。あ、困ったわね。あら、あなたはこの間の冒険者さん。今回はモルグレルの討伐以来じゃないわ。前回やりましたね。なんか恋人をモルグレルに殺されたから7匹買ってくれっつってね。ゴールドバザーに住んでる亡くなった彼の弟くんがね、ツコツコの肉を届けてほしいんですって。でも私はここでモングレルを倒してくれる新しい冒険者を探さなきゃいけないし、別にそれ後回しでもいいと思うけど、ダメか。そこであなた、代わりにツコツコからツコツコの肉を取ってゴールドバザーのベネジャー君に渡してくれない？うん、まあそれはいいっしょ。もののついでだね。はい。司祭オルセン様か。そういえば、彼女はよく一人でゴールドバザーに行き、あ、つながるね。貧民の子、やっぱね、いろいろ話しながら行った方がいいわ。そこに行くからこそね、メインクエストもこんな感じなんかなってのはあるから結構。
ね、貧民の子供たちと何か話しているが、まさか、もしかしたら何かがわかるかもしれないな。一体何をしているのか、貧しい身なりの少年に話を聞いてみたらどうだ。ああ、上なんだね。でも、助けたよね。とりあえず、ツコツコを倒していくか。ここはいつでも来れるから、ツコツコってどこにいるんだ。右にいるのか。右にもいたんだ。いや、だからね。待って待って待って。あの、点々点だよな、ツコツコって。だから、この、肉を入手って書いてあるけど、あらかじめ取ってちゃダメなんだろうね。倒したら、なんかその手に入るようになるっていうかさ、なんかそんなこともあるんだよね。だからまあまあ買ってさ、あ、まあ普通に5匹いるけど、まあ今回ここら辺のクエストだね。いたいたいた。レベル17ってそういうことか。まあ、急ぐ旅でもないから、急いだところでさ、こんなん追いつけないじゃん。時間かけないと。だから本当にね、気の向いた時にね、だってね、まあ毎日朝には配信できるようにはするけど、だから朝に出して、まあ夜はさ、なんかやりたいゲームとかやってますけど、ファイナルファンタジーもそうだけど、でもメインの時だけ、まあ夜やるかな。まあ夜の方がやっぱりさ、なんか仕事が終わったりして、やっぱ見やすい時間帯なのかなとか思うから、まあ何でもいいんだけど、動画が上がってれば別に、昼上がってても夜見ればいい話だしまあ見たい方だったらね。待って、なんだこれ、地図なんで上なんだ。あ、ゴールドバザー、ここに行くんだ。ここに行くんだけど、あ、そのまま行けばいいのか。待って待って、あ、そういうこと。待って待って待って、ゴールドバザー、見えざる都とか、なんだそれ。あ、ここに行けばいいんだね。そのまま行っちゃっていいんだじゃん。あ、いや、なるほどね。いや、あの、話しておいて正解でしょ。戻ってきてまた話そうってなったら、まあドライバーも戻ってこれるけどね。え、まあちょっと17分ぐらいなんで、まあここの道とか初だよね。ああ、ヘイトが発生してるけど、まあこんなんでね、まあ昔はレベル上げたんだけど、今はそんなにしなくてもいいかなって感じするから、レベルシンクしないと何もできないんで、ね、こっちも。いやー、しかし綺麗な感じですね。お空綺麗だよね。満天の星空ってこういう感じですね。お、チョコボヤ。チョコボヤを離したらここに来れんのかな。なんかこうびっくりマークついてるから、多分離してフラグが立つんだと思うけどね。ね、ここへ繋がるように。だから乗ればそこに行けんだろうけど。よっしゃ。ケイトルに頼んだツコツコの肉はまだかな。そろそろ客がやってくる時間なんだが。お、あんた、ケイトリンのお使いの冒険者か。お、ツコツコの肉がこんだけあれば十分だろう。これはな、町に、霊銀行どこ目当てで、やってきた採掘地に振る舞うためのものだ。奴ら、質より量だから安い肉は、たくさん欲しいんだかったんだよ。それにしてもケイトリンはまだ、モングレルを倒す冒険者を探して、キャンプドライブオンから動かないのか。そんなことしたって兄貴は生き返らねえって言ってるのにな。早く兄貴のことなんか忘れてほしいぜ。だから、心の中に、あるからね。まだ生きてるっていう。これやっちゃうか、どうしよう。メインは絶対やらなくちゃいけないんで、まあ、とりあえず話してみてどうなるかだよね。あんた暇があるなら人集めを手伝ってくれよ。今はゴールドバザーに到来した人々の正気なんだ。この近くに、有料な霊銀交渉かながあるって噂でね。一山当てようっていう採掘士たちが、霊銀探しに拠点にしてこの集落を使い始めたのさ。以前は小規模な市くらいにしか、市にくらいしか 見物がなかったが、見物見物市これからは採掘者相手の宿屋が儲かるに違いねえ。早速この村に新しく宿屋を建てようと思うんだが、宣伝の仕方が悪いのか人が集まらねえんだ。そこで俺はこの作業員募集ビラを作った。こいつを5枚町の指定地点に貼り出してくれねえか。あ、簡単だね。この人は
もう採掘師があんなに腰抜けだと思わなかったわ。あんたは強そうね。魔物と戦う度胸はある？東にある遺跡で採掘師の鉱脈、調査をする予定だったのに、遺跡の近くのバンドロスインプが怖いからって急遽調査を取りやめて言うの。あなたに代わってバンドロスインプを倒してくれない？そうね、4匹も倒せば近寄ってこなくなるでしょう。まあ、そういうのは任せろって感じだね。とりあえず指定されたもの、結構時間来てるんで、まあ、張り出して、ね。依頼こなしてちょうどいいかな。なんか発生したら、まあ、それもやっちゃうけど、時間、まあ、どんなもんかわかんないけどね。まあ、こういうのもね、経験値もらえたりするからね。まあ、職業変えてやればいいんかもしんないけどね。なんか見たことあるな、あれ。やったよね。ビラ。ここってあれないのか。エーテライトはないのか。で、ここで話しに行くのと、まあ、どっちみち戻ってくるから、待てや。あ、上から行った方がいいのか。で、なんだっけ、なんか5匹買ってこいってたよね。5匹だっけ？ 4 匹か。バンドロスインプ。あ、ちょっと一回これ話して、またなんかクエストがあるかもしれないから、わかんないけど。はい。ありがとう。だがまだまだだ。俺はこのチャンスを全てにつぎ込むつもりだからな。今度は作業員のビラを5枚、その辺にブラブラしてる連中に渡してほしい。俺は他で仕事が忙しいから会員頼んだぜ。すげえな。すげえな。あ、暇だ。何かいい仕事はないかな。はい。え、ベネジャーさんが人手を欲しがってる。ふん、大工仕事は得意だし、行ってみるか。うわ、すげえな。正解だったね。話して。まあ、行って戻ってきてからでもこれはできたね、でもね。何配ってるんだ？はい。作業員募集のビラ？ああ、宿屋が増えるのか助かったぜ。近くにいい礼銀交渉があるっていうんで、この町に来たんだが、宿がなくてテント生活だったんだ。採掘が始まるまで宿屋作りの手伝いでもしてるかな？いいんじゃない？仕事あるってことはいいことだよ。やる気の問題だけど。私に何か用？今忙しいんだけど。忙しいの？ベネジャーさんが作業員募集ね。この町に来る採掘士が増えてきたから、そのためかしら？礼銀交渉が近くにあるって噂だけど、本当かしらね。まあ本当なんだろうな。ああ、いた。はい。何配ってるの？ベネジャーさん、宿屋作るんだ。あれでしょ？村に来る客が増えてるんでしょ？私も増えた客を見込んで食べ物の仕入れ量を増やそうかな。もう商売人だね。すぐそう浮かぶのいいよね。結構やれって言われたらできんだけど、浮かぶって考えつくっていうのがやっぱ自分もね、苦手でね。何か妖怪？じゃあ自営なんかすんなって話だけど大工の求人か。採掘以外に仕事がないか探してたところだからちょうどいいや。後で顔でも出してみるかな。だから、要は経営者はやっぱ稼げるかもしんないけど、使われる方が楽だってそういうことなんだよね。すげえ楽なんだよ、ね。言われたことやってればいいだけだからね。ご苦労さん、さすがにこれだけやれば人も集まるだろう。兄貴が死んでしょげった時期もあったけどよ。俺は新しい商売始めて集落を盛り上げるんだ。まだあんのかい。あんた使える冒険者じゃねえか。最近来た採掘士からの頼みがあるんだ。引き受けないか。遺跡周辺の鉱脈全調査のためサンプルの石が必要だし、見えざる都で白く輝く石を5個拾ってきてくれ。お、今から行くとこじゃん。いやー、結構時間来てんだ。ちまって、5個拾ってきてくれよってことは、採掘士とかここなんかいいの手に入りそうな気するよね。まあ採掘士にはなってんだけどさ。とりあえずちょっと時間ないんで、そう、なんたらインプ、これか。バンドロスインプ。もう最初強くはねえだろ、こっちが強いから。で、ここで、なんか、何？左側か、鉱石を持ってこいってたね。まあ、とりあえずこいつ4匹倒して。ごめんね、君らに罪はないんだろうけど。
罪を犯す前に駆除しなくちゃいけないって依頼が来てるんで、こっちも仕事なんでね。みたいな。あとはここの採掘をどうとかこうとかって言ってたから、ね、なんだかんだ1個の動画になるでしょ、こうやってやったら。ローディングコークス何これ。あ、普通に手に入る感じだ。手出さなければ襲ってこないのか。ロッティングコープス。あとは？あったあったあった。よし。ああ、だんだん、なんだろう、クエストも片付けながら行くといいよね。綺麗になってるから何か発生したらやっぱすぐ分かるっていう素晴らしい現象が起こってますけどね。とりあえずまたダンジョンがあったりなんだりしたらまたにゃんこさんとか呼ぼうかなと思ってるんで。さすが冒険者ね。おかげで採掘地を向かわせられるわ。鉱脈があるって噂だけど魔物が出るからなかなか調査が進まないのよ。定期的に冒険者を雇って駆除しないとダメかもね。やれやれ採掘ができるようになるまでは結構元手がかかりそうね。はい。まだあるのかよ。時間ねえんだよ。遺跡周辺の、鉱脈の全調査のためサンプルに違う。ああ、取ったね。そうね。はい。ほう、これが噂の白く輝くしかムフフ。確かに、わずかであるが輝いている。本当に霊銀が含まれているのかもしれんな。頼むぜ、白く輝くしちゃんよ。このゴールドバザーに客を呼び込むためにも、霊銀をたっぷり含んでいてくれよ。実はさ、戦争でアラミごとの陸路が断たれて以来、交易の中継地だったこの町の景気は著しくないんだ。だからさ、俺がゴールドバザーを金ピカに戻すんだ。で、めっちゃ金持ちになったらさ、ケイトリンを意地でもさらいに行くんだ。死んだ兄貴のことなんか俺が忘れさせてやるんだ。へいへい、ケイトリンには内緒にしてくれよ。え、大丈夫かそれ。本人の気持ちだぜ。まあ、わかんないけど、それはね。もうどうして私の周りは問題ばっかり起きるの？あなたこの間インポを倒してくれた冒険者ね。この間今な。また魔物を退治してくれない？ある商人に新しい、採掘道具を取り寄せたんだけど、国井森方面から道中にアーススプライトに襲われてキャンプドライボーに逃げ込んだらしいの。配達業者が安全に街道を通れるようアーススプライトを3体倒してきてちょうだい。退治が終わったらキャンプドライボーンのレレマキにもう一度採掘道具を運びを伝えてきて頼んだわよ。あ、なるほど、ここじゃないんだ。じゃあそれはここをやったついでにもしかしたら戻るかもしれないし、まあ終わってね、メインクエストでまた全然違うとこ行けって言われたら、まあそのアーススプライト倒してそのね、レレマキだっけ、なんかその人に話せばいいんでしょうから、まあ今回ここで終わろう。で、次回ね、この凶暴者の影っていうね、まあメインストーリー、まあそれだけやってれば今回パート入ったんでしょうけど、周りのクエストも気になるところなんで、まあ自分の動画はね、消化しながらこういう感じでね、あのファイナルファンタジー14の世界を堪能していきたいと思ってますので、今後ともね、よろしくお願いいたします。はい、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォロー流してあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。